皆さん、臨床医に対してどういうイメージをお持ちでしょうか。臨床医、つまり実際にこう患者さんを見ている医者はですね、テレビに出てくるかっこいい外科医がありますね。であれももちろん臨床医ですが、実際はだいぶ違います。臨床医が関わっている学問、臨床医学について少し考えてみたいと思っています。臨床医学という学問はどういう学問かですね。臨床医学、もちろん医学がとても必要な学問です。医学という学問は非常に大雑把に分けますと3点、3つに分かれます。まず第一に、正常な人間の心と体がどういうふうに動いているか、どういうふうにできているか、どういうふうに活動がされているか、それがまず一つ目ですね。それから2番目に、その正常の人間の体や心がどういう原因で、どういうふうにして異常な状態、つまり病気ですが、異常な状態に陥っていくか、それを検討すること、これが2番目です。で最後3番目として、その異常に陥った状態の人間の体や心をどうやって正常に戻していくかと、いわば治療ですが、そのどうやって治療を正常に治していくかという、でそれが3つ目です。で以上、正常の状態の検討、異常の状態、それから治療についてを研究するのが医学ですね。近年の医学の進歩は凄まじいものがありますし、今まで治せなかった病気の原因が分かってきておりますし、また診断技術も進歩しています。それによってこう様々、昔はならなかった病気もなるようになってきていますし、医学部に入学した学生さんには6年間かけてしっかりとその医学の進歩を勉強してもらうことになっています。ただですね、医学、臨床医学というのはイコール医学ではないわけですね。臨床医学というのは実際に生身の患者さんを見るわけですから、医学よりも少し広い学問です。昔ローマのですね、劇作家のテレンティウスという人がこんなことを言っています。およそ私は人間であると、およそ人間で関わることで私に無関係なことは何もないということを言っていまして、私はこれが臨床医学の本質を非常にきれいに言い当てていると思っています。臨床医学というのは生身の人間の患者さん、病気を持った方を目の前にして、その人をより深く理解をして、でその人の思いを受け止めるところから始まります。ですから人間で関わる学問は非常に重要です。で人間で関わる学問をすべて学んでいただいた上で、その患者さんに対して知識と技術を利用して病気を治し、病気の方に付き添い、また見送るということが臨床の仕事ですし、またその学問を臨床医学と我々は考えています。